判断をお願いいたしまして、開会の挨拶といたします。定期総会は先ほど現議案とも可決決定し終了いたしました。記録でありますが、与谷会長の任務を預かることになりました。いろんな社会の中でやはり食べることの喜びということがやはり社会で言われていますので、まあ、そういう部分で私ども議会にも皆様方の手伝いがしたり、これからも頑張ってまいりたい、そのように思っているわけでございます。来年ですが、一つ目で辛抱していただいて、この時期、ちょっとの時期だろうと思いますので、それを耐えていただければ、あとはいいかな。ぜひ町の発展のために、お店の発展のために、一人一人の皆さんが元気になるために、記念をいたしまして乾杯をご紹介いただきたいと思います。よろしいでしょうか。乾杯、頑張っていきましょう。日本では食に関することといえば、まあ、宮崎の皇帝駅が大きなニュースになっております。これは3月に実は東国原知事がですね、私と総裁のところに党本部を訪ねになって、自民党は確か2001年に皇帝駅があったときにですね、かなり迅速に行動してくださったので、ぜひ政府の方にも働きかけてください、まあ、こんなことを言われて東国原さんに帰っていきました。私はこれ人災じゃないのかなという気がしてならないわけであります。もちろん皇帝駅にかかった牛を食べましても人体には影響はないということですけれども、風評被害もまたありますし、この伝染病というのはどこかで食い止めなければならない。イギリスでは600万頭もこの牛と羊ですか、殺したということがあるそうでございます。一日も早い、この人災である、農林大臣が土地勘がないですから、ゴールデンウィークにキューバに遊びに行くかってなったり、けしからんことですけれども、なんとか皆さん方の食というものに全く関係ないんだということも堅持していかなければなりませんし、さらに、この食の安全、これから夏にかけて食中毒もございます。保健所の皆様方、また業界の皆さん方の協力で、会長を中心に団結されて、国民の食生活をしっかりと守っていただきたいと考えております。ありがとうございます。